日清のカップヌードルビッグマッサンカレー。マッサンですよ。竹原製なんですかね。世界一美味しいと話題のタイ南部のカレー。タイ南部と竹原はなんか関係があるのかもしれないですね。見てこれマッサン。マッサンカレー。マッサンマンカレー。え？マッサンマンカレー？違う。違った。ちゃんと読めてラミナとミヤビ。マッサンマンカレーです。劣化具合がひどすぎますね。日清さんの他の食品にはついてないんですが、カップヌードルのブランドだけの優越感、こちら。このオープン用シーリング。で、あとはこれ朝起きたらすぐにですね、こちらの方にこう、マッサマンか。竹原とはちょっと関係ないかもしれないね。まあ、カップヌードル開けたら大体一緒だよね。ん？カレーせんべいの匂いがする。タイのカレーってなると、グリーンカレーをやっぱりこう期待してしまっていたんですけども、最近セブンさんの足すごいね。こんなに角取る必要あるんですかね。綺麗すぎる。オープン！まあまあまあ、混ぜてからだね。おい、シンプルな感じですかね。カレーには見えない。カップヌードルのさ、トムヤムくんあったじゃん。あれ美味しかったけどね。あれのような色かな。今んとこ全くグリーンカレーの様子を呈してません。じゃあいただきます。もっとよく混ぜてみよう。ここのところにさ、カレー的な要素がもし眠ってたらね、眠りから起こしてあげないと、やっぱ寒くなってくるとさ、みんな布団から出るの時間かかるじゃないですか。タイだってさ、あったかい国だからね。冬場の日本に来たら、それはなかなか起きれませんよ。しょうがない、それは。なんだっけ、スッパマンカレーだっけ？正義の味方なのかもしれないけども、カレーではないでしょ。世界一美味しいミルキーフランスはここのだって決めたとするじゃないですか。それがテラミナトさんの世界であって、他の人の世界ではないよね。誰の世界を今僕は食べてるんだろうかと。あ、マッサマンか。白菜か座布団か枕か芋でしょうね。そのどれかだ。一番最後のところね、カレーさんもグリーンカレーさんも、どなたもいらっしゃらないですね。グリーンカレーとかトムヤムくんとかがエスニックすぎて、スパイシーすぎて苦手っていう方には、これいいと思います。あと、カレーがちょっと苦手っていう方にもこれいいと思います。やっぱ非常にね、門戸が広い。これやっぱご自分で判断した方がいいと思います。奥様は美味しいかどうかご自分で確かめてみて。ごちそうさまでした。カレーはご飯につけてみないと、本当の本領発揮しない可能性があるじゃん。ごめんなさい。そばでカレーを語ろうとしても無理無理。これで行ってみるよ。ごめんね、確認方法間違えてた。初めて酢豚を作った時に、手間暇かけて出汁の出た汁を捨てるのもったいないから、そこにご飯入れて食べたみたいな。マッサマンは酢豚が好きなのかな？グリーンカレー。食べたいなーっていうね。日清さんのグリーンの線があるけども、イエローカレー。イエローカレー？お？これビーフンか？まあ、グリーンカレーと思って買ったんですけどね。あ、これの方がなんかイエローって言いながらグリーンカレーっぽくない？ほら、ヌードルじゃん？これ。香りチェック。お、きたー。イエローカレーって書いてあるけど。グリーンカレーです。色で表現するのは難しいってことだよね。タイカレーって言えばいいんじゃないの？あ、でも、タイカレーって言っても違うのもあるしな。ということは、やっぱしやってみた方がいいってことだよね。こう行って、こう行く。そしたら、こうなって、いただきまっさん。うまい！グリーンでいいと思いますけどね。これ、ジョーズの背びれかシャア専用ザクの角でしょうか？とにかく強そうです。チキン。いいです。